詩人で講演家の中裕二です。よろしくお願いします。今日紹介するのはこちらですね。素晴らしい本です。朝2時間の一気に一番いい仕事をする、これ幸男さんですね。松本幸男さん。朝です。朝これですね。最高に頭が働くゴールデンタイム、朝2時間。これちょっと読ませていただきますね。はじめに、朝の時間に意識を向けるだけで生産性は3倍アップする。朝の時間を有効に使おう。これが本書の提案です。そう言うと早起きや早朝出社を浮かべる人も多いでしょう。つまり始業前の時間を使うことを勧める本なのかと。しかしそうではありません。始業前に特別な時間を作る必要はないのです。もちろんそれができれば最高ですが、そうではなく今現在の就業時間内の午前中の時間を有意義に使おうというのが本書の趣旨なのです。なぜなら残念なことに貴重な午前中をぼんやり使っているビジネスマンが非常に多いと感じているからです。皆さんも朝一はなんとなく波に乗れず集中するのは午後からという仕事スタイルになってはいないでしょうか。しかし実は午前中こそ最も頭が働くゴールデンタイムであり、この時間でいかに集中して仕事を片付けるかが一日の生産性を決定するのです。多くの人が時間がない時間がないと口にし、残業や休日出勤で無理に時間を捻出しようとします。しかし本当は時間はちゃんとあるのです。本来大抵の仕事は就業時間内に完結するものです。問題はその時間内を密度濃く使えているかどうかなのです。ちゃんと仕事をしているのに定時に上がれない、そういう人は裏を返せば定時内の時間をもっと有効に使う余地が残っているということもできるでしょう。改めて考えてみてください。午前中に集中して仕事をしていますか？ついネットやメールを見たりして軽く流してしまっていないでしょうか？一日の中で最も集中力が発揮できる朝の時間を無駄にしては、午後にどんなに頑張ってもトータルの生産性はなかなか挽回できません。ですから、まずはここがあなたの仕事スタイルを見直すスタート地点です。早起きや早朝出社を考える以前に、就業時間内の朝を充実させることから始めてください。もっと有意義に使おうと意識して午前中を過ごすだけでも仕事の生産性は一気に向上します。朝の1時間は疲れた夜の3時間に相当するほど貴重な時間です。仮に朝2時間集中して仕事をすれば、大げさでなくそれは夜の6時間分に匹敵します。この朝時間を有効に活用できるようになったら、仕事のスピードはぐんと上がり、クオリティもどんどん高くなっていくでしょう。そして一日ってこんなに長かったんだ、なんだ残業なんて全然必要なかったときっと実感できるはずです。本書では朝時間の達人になるための午前の使い方のついて詳しいノウハウを提示していきたいと思います。明日の朝一から集中して仕事に取り掛かり、より充実した毎日を送れることを心から願っております。いやー素晴らしい、これ聞きました皆さん。朝の2時間夜の6時間に匹敵する、6時間ですよ、3倍。これはすごいですね。いやよく朝早朝とか朝起きろとか朝ね2時間で決まるとかよく本は出てますよね。それは全部は早起きしろっていう本なんですね。つまりこれは違います。朝の時間を有効に使いなさいって、これはなかなかないですよ。素晴らしい、松本幸男さん、これは素晴らしい本ですね。もう一度言いますよ。朝2時間を有効に使えば夜の6時間分です。朝ちょっとね気合い入れれば夜残業しなくてもいいし、休日出勤はもちろん下手したらみんなが早く帰れるってことなんですね。どうしても朝ぼーっとしてますね。頭ぼーっとしてなんか適当にやって
ね、メールチェックしたり、ね、パソコンなんかいじってもう、ねね、もう半分寝ながら、ね、もう寝てますわ正直。そうじゃなくて朝一気に片付ける、そうしたら夜楽になりますね、当然ですよね。しかも書いてあったのはゴールデンタイム、よくゴールデンタイムでテレビとかでね、夜の7時とか8時とかみんなのゴールデンタイムで、人生の朝のゴールデンタイム、朝がゴールデンタイムなの、人生のね。そのゴールデンタイムにボケーとして、どうでもいい深夜とか夜ね、残業の時間にね、一生懸命やろうと思ってもできるわけないのね。クオリティは下がる、ね、やる気もなくなる、それでダラダラ過ごす、当然ですよね。僕も全くそうでしたけど、この本に出会ってからもう朝収集してます。朝活ね、よく僕は前書いた朝活婚活愛は勝つという、まあ、書いたんですけど、まさに朝はゴールデンタイム、朝の2時間は6時間ですよ、6時間に匹敵するんです夜。これは素晴らしいですね、本当に感謝しております。朝の時間